強いつデバフないのにこれえぐい。はい、どうも高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということで本日今の専用ルールがですね、俺たちは弱くない、獲得時レアリティ R のキャラクターが 100% 増加して、獲得時レアリティ SR のキャラが基本ステータス 85% アップってことでございますね。これプラス燃え上がる戦場スキルランクアップしたキャラクターに3ターンの間点火効果6個というね、バカみたいにねデバフつくんで、ちょっとこのねうちのドケットさん今レベル80にしてきたんですけど、このスキル単体の敵に攻撃力の 160% 破滅ダメージを与えるっていうんで、この破滅ダメージがデバフ1個につき与えるダメージ 30% 増加なんで、 3×6 の180増加するわけなんですよ。プラスドケット自体がプラス 85% の基本ステータス上昇なんで、全然あの超覚醒とかしてなくてそんな全然強くないんですけど、ドゲットで効果力でどんどん倒していきたいと思います。なんで今回この編成で後ろにねギルサンダー入れてドゲットが死なないように頑張っていきたいと思います。ちなみに料理は貝姫飯です。ということで本日もレッツゴーする。はい、それでは対戦よろしくお願いいたします。おーフェスカッパ、おお、え、嘘、上取れた。あ、中身いらっしゃらない、もしかして。それはそれで好都合ドゲットになって、別に必殺あれやからな。とにかく今怖いのはペスカみたいに火力のあるキャラが怖いんで、ちょっと一回フェスカを止めさせていただいて、お、最高。ほいほいほい、インベージョンアロー、アローしていく。諦めるのはまだ早いですめっちゃ天下祭り、お、そっち来る。はい、回避飯。どうしよう、今いくつ。はい、2万3000の2万4000、くっそ強いやん。こうしてどうしよう、フェスカいける。でもな、どっちにしても一旦ねあれだから、トゥイッといってこうしてみようかな。いけ、ドゲット、ドゲットぶつ殺す、ぶつ殺せ45くっそ強い普通のこのね攻撃でもねめっちゃ強いじゃん、本当にヤバタニエン。みんなのためです。お、守ってきた。やばい、やばい、やばい、うおー、ワンパン金札、さすがにワンパン。え、でもさすがこれが落ちんだろ。ほらほら、硬い、なかなか頑張るドゲットどうしよう、クリティカル出ないからな。ちょっとドゲットのいいとこ見てみたいな。いけ、ドゲットいけるか、がゴッテスブレスの上からいけるか、これ。あ、いかん、ダメだった。よい、さようなら。ドゲットがいなくなったら勝てません。ありがとうございましたよいしょ、対戦よろしくお願いいたします。お、強い。あ、そっちじゃないって、ドゲットの欲しいわ何かしら。はいはいはい、回避成功、ふふう、失礼。うわー、えぐい。クリティカル来るとやっぱえぐいな。エリザベスを貯めて、あー、でもあれか、タルミエルいるから一緒か。オッケー、よしよし、よく耐えた、よく耐えた。
もう一回来る。あっしゃしゃしゃ、使う順番を間違えたな。回復してドレッドさんに行って、金札じゃねえからな、ここかな。どうしてどうして、反射ロゲトウ、いけ、トウ138000、なかなかいいダメージ。よしよしよし、来た来た、こっち来たらいい。これで、お、跳ね返る。跳ね返る。よし来た。あーでもフェスカがあれか、点火ついてないのか。だったら血をタルミエルを落とす。いけるよな、ドゲットさん。俺がぶち殺す。えげい。強い強い強い。くそつ。俺がぶち殺す。いや。うわ、エリザベス。全然逆転されそうな気もする。点火つけば、フェスカに点火つけば、よしよしよし、保護活動、よし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 、これでいいだろ。よしけよしけ、チュイン、ラスト喧嘩でございます。さあどうする。おお、いいねいいね。じゃあまず割って、いや、まずこっち行っての必殺でいこう。おら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 、俺がぶち殺す。えい、ぶち殺せ。銀札で21枚、えぐい。初めて見るかもしれん。強い。いいね。チュンチュンチュン。映像キャッチボール大形態。はい、対戦ありがとうございました。バイバーイ。ドゲット初勝利。はい、対戦よろしくお願いいたします。フェスカパ。ディアンヌペコペコありがとうございます。さあ、おお、まずは安定の、うん、よしよしよ、ナイス回避ナイス回避。なんでこっから一回エリザベスの必殺を貯めて、エリザベスに打つか、フェスカに打つか。いや、エリザベスに打って、諦めるのはまだ早いです。よし、止まったからの、はい、エリザベスさん溜まりましたよ。よしよしよし、別にインベージョンアロー、我をたたえ、うい、なるほど、意地でも落としに来る。お、だが落ちませぬでしたっていうので、ドゲット、あ、違って、違う、ドゲットに2回インベーションアロしたかったのに。どうしてどうして、何をやってるんだ。え、誰に、俺がぶち殺す。
強い強い。え、これでもゴーセル必殺ったら終わりやで。あ、なるほど。フリートレスでシールド貼って。映像キャッチボール。でもどうだろう。耐えろ。よし余裕。します。諦めるならまだ早いです。誰止めてくる。あ、エリザベス。反射やでしかも。え、エリザベス反射ないの？おお。じゃあドゲットファイヤーをぶち込んでいただきましょう。イエーイ、ドゲットファイヤー強い。素の攻撃で10万も強い。ドゲット重なりまくりよ。はっ、お、なるほど。我をたたえ。でも多分これじゃ落ちんだろう。よっしゃ、耐えた、よく耐えた、よく耐えた。あ、天下がフェスカに入ってない。じゃあ割って倒す。一撃や。俺がぶち殺す。うわ、強い。デバフないのにこれグイ。対戦ありがとうございました。はい、2連勝ということで、ドゲットの強さが分かっていただけたのではないでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。